こんばんは、おまつりちゃんです。はい、今日もチョコ食べます。今日のチョコはリンツのホワイトにしてみようと思います。あんまりホワイトってね、普段食べないんですけど、私このホワイトシェルにホワイトチョコです。いただきます。甘い。うん、クリームですね。うん、ホワイトを食べたんですけど、ホワイトチョコレートにさらにクリーミーなフィリングが寄り添って、優しいけれど濃厚なテイストが根強い人気。リンドールは世界中で愛されるリンツチョコレートの一番人気アイテム。口の中でとろけるその滑らかなフィリングはまさに魅惑の口どけです。あのね、ホワイトチョコレートってなんかもうチョコっていうより砂糖と油の塊だと私は思ってる派なんですけど、でもね、たまに食べるとね、美味しいですね。なんかこのもうクリーム甘いみたいながやっぱ美味しいです。うんうん、まあ、リンツはねどれを食べても正直美味しいんですけど、いや美味しかったです。ということで、やっぱリンツ美味しかった。はい、ということでこのコーナーです。いちはつのアニメ批判。はい、ということでね、今日着物着てみました。どうでしょう。足袋も履きました。はい、ということで、いや全然関係ない、全然関係ないんですけど、ちょっと古い漫画を紹介します。今日紹介する作品は牛音虎っていう作品です。この作品はですね、なんと最初がですね、1990年です。生まれてない。1990年から、週刊少年シャン、すみません、週刊少年サンデーさんで連載されていて、なんとね、1990年から96年まで連載されていた作品で、単行本が34巻ですね。34巻、全407話出ていて、アニメ化もされていてですね、アニメはですね、全39話を、2015年ですね、2015年に放送されていました。シーズン1が2015年、シーズン2で2016年ですねに放送されていた。すごい人気大名作です。あのね、人気すぎてカムバックヒーローズカムバックとしても、あの2013年から連載されていたぐらい、すごい大人気の作品で、この内容としてはですね、この作品を一言で表すと、主人公牛尾くんとがヒロイントラちゃんとツンデレイチャイチャして、でも最後はお別れしてしまうという、もうこのね、ラブコメです。嘘です。はい、まあ、嘘でも、そのよね、トラちゃんはヒロインなんじゃないかって私は思ってました。ちょっと見方違うかもしれないんですけど、なんかこの牛尾くんっていう主人公が普通のこれ中学生だっけ、高校生、あれ、ちょっと待って、登場人物あのウィキペディアにめっちゃ詳しく書いてあります。話の内容がめっちゃ詳しく書いてあって、あのキャラクターページ別にできてるぐらい大人気作品です。で、この主人公14歳ですね。14歳中学生の普通の牛尾くん、普通の中学生だった牛尾くんは蔵に行ってね、蔵で獣の槍っていうね、
槍を見つけてしまいます。でそれでトラちゃんと出会い、そして仲良しでお友達になっていくっていう話なんですけど、でこのね、槍で白面のものっていうラスボスを倒すんですけど、その槍の作られ方がまだね切ないんですね。このね真由子っていう、真由子ヒロインじゃ、朝子ちゃんがヒロインなんですけど、でも真由子ヒロインっぽいですよね。めっちゃ可愛いし花澤香菜さんですよね。であれそのなんか槍の作られ方は、その人命っていうその真由子の先祖が身を投げて槍を作っていて、そのお兄ちゃんが槍を作っていて、でその白面のものがもう出てきた時にもう倒すために作られたものっていう、そのね歴史とか、この牛奥のお母さんは実は巫女なんですよね。巫女、結界を守っている巫女で、でラスボスはその白面のもので、でさ、もともとはなんか多分トラちゃんが昔作り出してしまった像のなんか塊みたいなね。で最後はみんなね、妖怪みんな死んでしまうけど、みんな消えるのかな、でなんかね呪いを解いて終わるんですよ。呪いを解いて終わるっていう物語です。全然話下手くそすぎてやばいな。ちょっと待って、そう、最後なんか白面のものっていう超強いキャラクターが出てくるんですけど、そうね、なんかトラちゃんが最後倒すんですよ。でトラちゃんが倒すっていうか、なんか違う、あのねトラちゃんで倒すんです。でもうなんかみんなが協力してくれて、もうなんかお兄ちゃんみたいな、牛尾くんは結構なんかもう、ね、女の子にもモテモテで、結構エリートなんですよ。なんでみんな羨ましがったりもしつつ、でもみんな協力してくれて、で協力してくれて、でもやっぱ最後トラと離れたくないよってなるんですけど、トラもこんなにみんなが協力してくれて、もう最後にね、もうここで倒すしかないんだってなって、トラちゃんになんか槍を隠して、で倒して、でトラちゃんと刺すから一緒に消えるんですね。一緒に消えてっちゃって、めっちゃ悲しいんですけど、でも白面のものも倒すっていう終わりでしたね。でなんか日本沈まないようにってなって、あ、そうか、で人命たちの魂でトラちゃんは獣にならないようにね、違う、牛尾が最後獣になろうとなりそうになるんだ、なりそうになって、そのなんかそれを過去の英霊じゃないけど、なんか過去の人たちの魂で阻止してって、で日本沈みそうになるんですけど、それをなんか妖怪、みんな妖怪たちもね、みんな なんか最初は倒していくんだけど、最初はね妖怪倒す話です、最初は。でその最後は協力してくれて、でも妖怪が消えていくっていう、でなんかまあ最後は日常エンドみたいかな、日常エンドみたいな、なんかね、子供がいるんですよ、キリオくんっていうね、子供がいるんですけど、なんか白面のものになんかがお母さんとしてね、なんか育てててなんか、でなんか牛尾がライバルみたいな子がとかは、でもその子もどうするんだみたいになるけど、なんか最後はその日常エンドの中になんか真由子の弟みたいな感じで終わって、でなんかハッピーエンドでよかったなって思いましたね。あとちょっとすごい話下手くそなんで、ぜひね皆さんAmazon プライムビデオで見てください。あとウィキペディアにもめちゃくちゃ詳しく書いてあって、でも30アニメが30、すいません、アニメ39話だっけ、アニメ39話あったんですけど、もうあっという間に見れてしまいましたね。やっぱり面白かったです。名作はやっぱり名作だなって思わせていただける作品でした。で調べたらもうね、ウィキペディアにはもうちょっと話の内容丸ごとぐらいに書いてあったんですけど、まあ、それ読むだけでもちょっとはっ、やっぱ面白い、名作は面白いなって思わせてくれる作品なのかなと思っております。なんかでも中国人名とかね、中国の衣装なんでちょっと着物じゃないんですけど、まあちょっとなんか古い歴史物語なんで、まあいいかなって思って着物にしてみました。はい、
そうですね、あのヒロインはあさこちゃんなんですけど、なんか他のそのヒロインたちとかもすごい最後協力してくれるけど、協力してくれてでもね、そう身を投げそうになるんだけど、ね、そのさ人命とかさ、なんかそういうのがなんか助けてくれるんですよ。なんかそれで最後なんかね、ほっこりさせてもらいました。すごく楽しかったです。そしてなんか関わったそのなんだ獣退治とかそういうのに関わってなんか牛尾くんはどんどんモテていくんですけど、最後はもう最初のヒロインの方ね、に戻っていくのをなんかあの私めっちゃ麻衣子好きなんですけど、なんかいいですよね、いいなってなんかそのなんかね、その牛尾くんも好きだし、あさこちゃんも好きだしみたいな、そのヒロイン感がもうたまらなくめっちゃ可愛かったです。めっちゃ可愛いです。はい全然自分の好きなキャラクターは麻衣子ね、でもみんな好きなんです、みんな好きで面白かったです。はい、以上です。全然伝わらなかったかもしれないですけど、面白いですよっていうのだけ伝わったらいいかなって思ってます。はい、この動画最後まで見てくださってありがとうございました。あとね、ちょっと私も獣の槍欲しくなりましたね。はいちょっとはい、ダンサーになりたくなりました。以上ですこの動画最後まで見てくださってありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。